方も本当にお疲れ様でした。暑い日から、今日という日までこうやって完走できたことを本当に嬉しく思います。そして皆様が本当に支えてくださって、この素敵なキャストとともにこの作品第2弾ということを実現できたこと、本当に嬉しく感謝申し上げます。できれば第3弾再来年でいいかなと思って春子なだけに春を目指したいななんて思っておりますけど、もうこのファミリーはもう永遠だと思ってます。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。